郡山市にあるコーヒー専門店福栄コーヒーです。こちらではコーヒーの本場ブラジルやコロンビアなど世界およそ15カ国から厳選してコーヒー豆を輸入しています。しかしコーヒー豆の仕入れ価格がおよそ 30% ほど上がったということで、経営者の皆さんは頭を悩ませています。県の内外に8店舗を構える福栄コーヒー代表の中島茂さんは、最近のコーヒーを取り巻く環境の厳しさを痛感しています。コーヒーがお客様に産地からお客様の手の届くまで全部値段が上がってきてますね。夢であってほしいですね。感染の拡大により流通量が減ったことなどから、コーヒー豆の価格はすでにおよそ2倍に跳ね上がっていて、去年12月には5年ぶりの値上げを余儀なくされました。その中で最近の円安はさらなる環境の悪化につながりかねないと危機感を抱いています。現地の価格上昇プラス海上運賃の上昇、そこに円安ですね、それ全体に円安の掛け算しなければいけないので、これ以上円安ちょっと進みそうですけどね、とどまらないと思いますけども、どうなっ大変ですよね。高品質で流通量の少ない厳選したコーヒーを多くの人に提供したい一方で、追加の値上げも検討せざるを得ないと考えています。これが続くと結構厳しいですよね。なんかコーヒーが昔のようになんか貴重な完全な嗜好品になっちゃうとか、そうならないといいですけどね。身近なものにあってほしいんで。